自民党の政治資金パーティーでの裏金づくり、日本共産党の新聞赤旗が独自の粘り強い調査によってスクープ報道を連発し、これが検察を動かす力になりました、メディアも動かしました、国会では組織的犯罪だという確信をつく私たちの追及で、今どうでしょう。自民党本当に、 窮地に追いいやられているではありませんかそして皆さん共産党赤旗のスクープは止まりません昨日から自民党が非公認とした裏金候補者に2000万円のお金を渡していたと大きく報道されていますねこれは昨日の新聞赤旗この長官が暴いた事実を 他のメディア、テレビや新聞が後追いい報道をしているんです。私たちが、日本共産党が独自に暴かなければ、こんな重大な問題が隠されたまま、選挙戦が終わってしまうことにもなりかねなかったんです。今、この日本共産党の報道と追及によって、自民党はさらなる窮地に追いやられ、激震が走っている状態になってます。 今日、石破総理は演説の中で、この2000万というのは、公認していない候補者に払ったものではない、政党の支部に出したお金だと話しました。しかし皆さん、自民党の支部は、小選挙区の単位です。そして、その支部長が裏金候補者です。石破さんはまたこうも言いました。厳しい中で、 自由民主党の公約政策を分かってもらいたいという活動費だこれつまり選挙活動のお金ってことじゃありませんか公約分かってほしいそしてねこうも言ったんです最後にこのような時期にこのような報道が出ることは憤りを覚える何言ってんだって話じゃありませんか憤っているのは国民ではありませんか この裏金候補への2000万は、どこから出てきたお金なのか、政党助成金、つまりは皆さんが納める税金、ここから裏金ど真ん中の候補者の選挙活動にお金が使われている、自民党は一体どこまで私たち国民をバカにするんでしょうか。ここまでで、独自の力で 自民党を追い詰めている日本共産党がこの選挙で議席を伸ばさずしてどうするのかそれがこの総選挙ではないでしょうか日本共産党は政治資金パーティーやりませんパーティー券購入を含めて企業団体献金を受け取ったことがありません30年間企業団体献金全面禁止の法案を ただ一人法案に提出し続けてきたのが日本共産党です。そしてまた、政党助成金を受け取らない、ただ一つの政党です。税金を政党活動に充てるのは憲法違反だと一貫して廃止を主張してまいりました。だからこそ、自民党の金まみれの政治の闇、そして 政党助成金がいかに政党を腐らせるか、この核心に切り込むことができるのです。比例代表、政党を選ぶ選挙です、2票目の選挙です、ここで日本共産党と書いてこそ、自民党に突き刺さります。比例の最後の6議席目を自民、公明に渡すわけになど、絶対に行きません。 どうか今度ばかりは日本共産党そして皆さんもう投票に行かれた方もどうか広げてください投票行ってね今の話聞いてたら共産党に入れたのに別のとこに入れちゃったっていう方その思いを他の人に共産党って書いてねと呼びかけていただきたいんですよなんとしても比例代表で日本共産党の一議席勝ち取って自民党の金まみれの政治もう 終わりにしていこうではありませんかよろしくお願いいたします